5番さん、点呼取れますか？はい、5番です。よろしくお願いします。お願いします。とりあえず、よかっ初た。日、神なあ、し、来てサなボい。りなし、占いあり。で、初日占い結果は口頭で、2日目以降はチャットで。ちゃんとやれで、あば、と、チャッ来トてプなロンいプトはなよ。しで。で、塩等は OK にします。雑談はありでお願いしやまっす。といいそ部れ屋で来は、た。よかった、ちゃんとしよう。まあ、ルーム番号見えてももう始まってるから大丈夫。何かな。人狼は嫌だよ。村で。まもなくゲームスタートで苦す。手なん身だ分よ、を確認俺。してください。いや、初日神しません。夜が来ました。目を閉じてください。あ、よろしくお願いしはい。ます。人狼は人を殺してください。そうですね。私が占い出るでいいと思うんですけあ、はど、い。もしかしたら5番さんに黒出しするかもしれないであ、すね。全然いいっすそのよ。場合、私、はい。5番さん破綻しまくって私の指名上げてもらえたら嬉しいです。まあ、盤面で白出しするかもしれないです。はい。いや、いいよ、全然。全然いい。いいよ。まあ、要するにバカな狼をやればいいんでしょ、俺。簡単簡単。多分4万さん結構やってると思う、多分。俺に黒出ししたいって言ってる時点で、やってないと無理だから。まあ、要するに、俺のトークスキルがありすぎると4万さんの C 目下がるから、俺がバカやって4万さんの C 目を上げるって、4万さんを朝生がき来残まらしせた。るっていうやり方だね。うん。昨夜は誰も死にませんでした。6番のプレああ、いいイヤか。ーは難発言してしいください。な。はい、6番で、やってる。まあ、一番最初なんで、まあ、全くわかんないんですけど、そうですね。まあ、でも、この後、全員の聞いてから、なんかピンと。いいんですけど、話すことないんで。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番です。占い師をします。テオリー通り左、ね、2番の方を占って白でした。そうですね、2番目ってこともあって特に喋ることもないんですけど、まあ、平和村になると嬉しいですね。2番さん、よろしくお願いします。2番のプレイヤーは発まあ、言さしてらくにださ発い。掘しました。自分に白出しありがとうございます。そうですね、とりあえず今のところまだ一人しか出てないんで、進行論的に とりあえず平和村であれば、グレーの人をみんなでガツガツ探していきましょう。でもし対抗が出れば、まあ、1番2番、今1番さんが出たんですけど、自分と1番さんのライン囲いがあるのかなとか、どんどん見ていってほしいかなと思います。考察伸びなかった人、俺すごい怪しく感じてしまうので、これ狩人ぜって言っひラインていい？を見ていってほしいかなと。太鼓が出た場合で、今のところ太鼓出てないんで、はい、自分今片白もらってるんで、次の発言とかガンガン伸ばしていきたいと思います。で、狩人5番って言さんうがしかないね。最後なんで、4号番さんが最後なんで、考察2巡目とかガンガン伸ばしていってもらいたいなと思います。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。3番、占い師です。え、占い師、これで2人出ました、出ちゃいましたね。僕さっき、占い師が、真の占い師が全く嘘の占いしてたりとかして、結構もう今本当に疑心暗鬼になってるんですよ。で、今回ちょっと占ったのは、6番の方を占いました。なんかこうさっきっていうか、その前、占い師だった時に、セオリー通りやったら、なんかボーボーされて、なんかセオリー通りにやるからこそ逆になんか黒く見られたりとか、ちょっともうわけわかんない状態で、いや、ちなみに6番、白です。とにかく、嘘がない、村であってほしいです。よろしくお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。待って、占い師をします。5番さん占って黒でした。嘘でしょ。1、3どっちか村語りでしょこれ。やるんだ。待って、なんで、これ巨人いないよね。嘘でしょ。
バカだな。そうですね、まあじゃあとりあえず6番さんから、まあ6番さんは最初の発言で聞いてからってことで、うん、色は落ちてないです。でね、今んとこね、まあ占いは放置しといて、2番さんはね結構村目だったんだよね。で1番さんが、ここが村すらとかならまだ納得かな。俺も占い師やっていい？1番さんが仮に人狼だとして、2番さんに白出しって結構かなりリスク高い行為だし、だから1号はないから1、3なのかなと思ってます。以上です。5番のプレイヤーは、いやちょっと待って、僕5番暴力のマルスなんですけど、占い師です。で今1番さん、3番さん、4番さん占い師で、僕4番さんに黒出しされてますけど、この時点で4番さん黒確で、1番さん、3番さんどちらかになりますね。で、僕6番さん占って白、この時点で6番さん白確です。で、なんでこんなに出てんのかな、これ6人部屋で、まあ、4黒1さんのどちらかで、1番が2番に白だしで、3番が向かいの6番白、ただ3番嘘のない村であってほしいなって言ってたんだよね、最後にボソッと。でもじゃあなんで1番さんは。6番のプレイヤーは発言してください。はい、6番です。まあ、まさかの4人占い師が出てきて、そうです、なんとなく個人的にやっぱり1番さんと3番さん怪しいです。なんでどっちかといえば、どっちだろう。そこ行くの。1番さんかなっていうのがありますね。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。なんで。はい、1番です。まあ、占い師が4人出てきてびっくりした面あるんですけど、まあスライドもないんですよ僕は。そうですね、誰かがスライドするとしても1人、スライドしたらまああれなのか、ちょうどなんだと思うんですけど、まあ僕の目だとなんだ、5番さんかな。5番さんがまあちょっとつじつま合わないこれだと、まあちょっと本当にわかんないんですけど、これだとまあ3、4、5の中に僕目線だと2人黒がいるってことですね。ちょっと考察落とせないですね、申し訳ないです。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、とりあえず考察落とさなくていいんじゃないですか。とりあえず1、3、4、5で適当にも決めてするしかないんじゃないですかね。その発言力のなさとか、それで決めていくしかないんじゃないですか。まともな考察できないです。多分6と2はもうこれでほぼもう白出てるんで、とりあえずもう1、3、4、5の中に多分もう2進路いると俺は思ってるかな。まあ、でもそうでなければ5、6のラインができてるから5、6かなって感じ。ほぼほぼ俺に白なんじゃないかなって感じかな。とりあえずもし、ムラスラがあった場合も、でも決めちゃうかな。そのスライドした人は狙わないで、でも1番はもう裏にしていってるんで、あと3、4、5、スライドするならそれを省いて狙っていきます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。いや、というかもう、あれじゃないですか、これ、もうまた遊んでるやつがいるってことじゃないですか。はあ、もう普通の人狼やりたいんだけど、いいかね。はあ、面白くないよ。はあ、後で本当に誰かがあったら本当メモってやるから絶対ブロックしてやる。はあ、とりあえずまあ占い師ローラーでいいんじゃないですかね。
これ考察とか全く今意味ないと思うし、うん、遊んじゃついる限り、うん、考察がブレる。1345だっけ、うん、順番で、ただ僕はとりあえず1を釣ります。4番のプレイヤーは発言してください。ブラスラないの、1と3どっちだろう。マジでムラスラだったり、本当に言ってほしいんだけど、村人、これ出るメリット全くないよ。狩りだとしても、狩りスラとか全くありないからね。全くムラないから、やめてほしいんだけど。で、3番さんが1番入れるって言ったんだよね。で、3番さんは、なんだろう、怒ってたよね。1番さんに向けてってことは3号なのかな、これ。今日てかもう全員出てるんだよね。てか5番さんも占い出てるもんね。マジ意味わかんないんだけど、まあ、私目線人外露出してるんで、まあ、怪しいとこ入れます。5番のプレイヤーは、いやお前ら最悪やで、マジで。3番に至ってはさ、そもそも考察する意味ないけどねって言うけど、確かにこういう部屋の中で難しいかもしれないが、落とすのが占い師の役目じゃん。もうその時点でないわ。で、俺目線もう4黒角なんで、もう4と3で行くしかない。で、1が、まあ、あっちゃならないんだけど、リアル狂人っていう目線なのかな。まあ、それしかないよね。うん。で、何？俺、6番占って白出しして、もう LINE 見られるわけ？ちょっとそれもよくわからないけどね、この部屋で。うん。で、あと3番メタ発言も良くない。メモるとか。まあ、それってもう考察できないから放棄して、そういう発言をしたようにしか見えない。以上。投票を始めてください。1入れる。かい！ありえん！ほらじゃないべ！1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、こんで勝った、はい、1番です。まず少し連れされたことに驚いているんですが、まあ僕は真の占い師だったってことで、ちょっと残りの3人方には頑張ってほしいんですけど、そうですね、まあ利益教というか利的行為ですからね、市民で出るのは良くないと思います。個人的にはどうだろう、3番さんはなんか僕を釣るように誘導していくんで、まあ人狼サードなんじゃないかなと思ってます。すいません、残りは分からないんですけど、よろしくお願いします。夜が来ました、目を閉じてください。いやここ出ちゃダメですよ。人を殺してください。誰誰入れますか。いや、これは6か2、いや3、何だろう、3いけます。マジわかんない、もう決めちゃってください。はい、じゃあ3で。これか近くで。怒られた俺。出ない方がいいですよ。いやでもいいんだよ、買ったんだから。なぜかわからないけど1に嘘でしょ。昨夜死んだのは3番クソ部屋すぎるだろ。ゲーム終了、人狼の勝ちです。
いや別にこれ面白くないから今のゲーム全然できれば3番退出させてほしいかな。それこれは抜けるけど。めっちゃみんな怒ってるじゃん。ダメだったかな今のゲーム。僕的に楽しかったけどな、3番さんもちょっとおかしくて。俺は多分楽しかったとは思うけど、村からするとわけわかんないじゃん3番さんが。確かに村目線きついですよね。でも僕もさっき4番さんに怒られましたよ。なんで出てくるんですか。いやもうその流れなのかなって思ったんですけどね。やっぱり皆さんちょっと真面目にやられてる方からすればちょっと不快に思わしちゃったのかな。あそこで、ね、3番さんがスライドするんであればまだちょっと考察はできたんですけど、何もなかったんで本当に意味なかった。リア強すぎて怖いっす。3番さんどうですかね、ちょっと意見もらえたら。次はちょっと真面目にやろうかなと思ってます。パンテルとかに抜き、あ、すいませんでした。絶対サンマさん嘘でしょ。真面目にやるって本当っすか。真面目にやりますか。じゃあ一応、ま、慣れないんですけどルームマスターとして一応ルール初日紙なしで、2日目、からは占い師はチャットでお願いします。初日は占い師は口頭でお願いしますね。でチャットでの考察雑談はなしでよろしくお願いいたします。それでは始めます。始められません。絶対嘘だよな。まあいいよ、まあいいよ、もう人狼じゃなければね。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。そっか、みんな嫌がってたな。どうなるだろうね。俺怒られたんだけど隣の人狼に。うん。俺隣の人狼に怒られたからね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。3番、村人もとい、占い師です。僕はセオリーとかの今もうちょっと飽き飽きしてきたんで、今回真面目にやるって言ったんで真面目にやらさせていただきたいと思います。僕はトイメンの6番さん、占いました。黒です。いや本当だ。いやさっきはちょっと本当だよって誰に話しかけたの。今回真面目やってるから。え、いや本当だよって誰の。おい、あれ、リア教じゃないから。たまに狂人部屋でね、リア教やって狂人を動かせないようにするっていう技を使ったりはするけどね。というわけです。4番のプレイヤーは発言してください。はい、3番さんはリア教なのかな。うん、わかんない。僕占いです。で隣の5番さん占って白でした。なんでまあ3番さんリア教っていうか真面目な狼。うん、狼。そうですね。まあ、6番さんに白出ししてたんでしたっけ。まあ、6番さんに黒出ししてたのか。うん、黒出しね。まあ、6番さんの話聞いて、3番さんの相方見つけたいかなって思います。はい、5番さんどうぞ。5番のプレイヤーは。はい、5番、暴力なマルスです。よろしくお願いします。4番さん占い師、白出しありがとうございます。で、3番さんも占い師で6番さんに白出しと。まあ、
6人部屋でもしムラスラとかされるならばムラりないので、うん、まあ4番さん言うようにリア強なのかなっていう、まあこれメタ発言になっちゃうんですけど、さっきのやっぱゲームの流れもあるので、6人黒出しですか、6、あ、間違えました、6人黒出しですね。まあもう一周あるのでお話はゆっくり伺えればなと思います。では6番さんどうぞ。6番のプレイヤーは発言してください。はじめまして、今回人狼が初めてなのでちょっと迷惑かけてしまうかもしれませんがお願いします。3番さんがまあ占いで、まあ、私に黒出しということなんですけど、私自体、まあ、村で何も役職がないので、まあ、私的には3番さんが、まあ、黒で、4番さんが神明の占いで、まあ、見ていいのかなと私は思ってます。で、まあ万が一、まあ4番さん、まあ、万が一というか、まあ、3番さんはあの黒なので黒釣ってほしいんですけれども、まあ、私にも黒出しされているので、まあ、皆さんの意見を聞いて、まあ、それからですね、まあ、私が釣られてしまうかもしれないんですけど、とりあえず私は村で役職がないので信じていただければと思います。1番のプレイヤーは発言してください。あ、おはようございます。で、まあ、3番さんが6番さんに黒出して、4番さんが5番さんに白出し把握です。まあ、6番さん、なんか気になった一言が、人狼初めてなのでって、人狼殺が初めてなのか人狼側が初めてなのかが一番気になりましたね。まあ、ただ単にで一回やってるんですよ、いっぱい負けてるけど。で、まあ、まあ初心者っていうのはわかるけど、俺も初心者なんで、で1周目であんま考察伸ばせそうにないですね。3番さん4番さん、まあ占い師はフラットに見てます。じゃあ2番さんどうぞ。2番のプレイヤーは発言してください。そうですね、まあ狼が狼に黒出ししたっていう線もあるんですけど、まあ3番さん隣占い飽きたっていう以外に何か理由があればそこ話していただきたいっていうのと、むずいな、あとこの状態だったら5番さん白かっかなっていう、なんでかっていうと3番さん目線 4、6しかなくて、4番さん目線で言うと、5番さんに白を出ししてるんで、それ以上はないんですね。4、5ラインは絶対ないんですよ。なんで5番さんは白角なんですね。うん、でどういうことや。そうですね、特にこれ以上今のところ発言するあれもないんで、次お願いします。3番のプレイヤーは発言してください。どういうことなの。おはようございます。もう朝か。なんだっけ、なんで僕が6番さんで占ったかって、セオリー通りはあんまりしたくない。なんか僕さっき前の村でセオリー通りにやって、それで逆に戦えたんですよ、だからちょっとセオリー通りにやらないっていうのもが信じられるっていうパターンもあったりとかして、ちょっとわけわかんない、で今日ちょっともう一回ちゃんと占いました。4番さんの占い対抗で出てきたので、頭いいね、みんな4番さんちょっと占ってみたんですけど、4番さん、黒出ました。もうこれで確定じゃないですか。46じゃないです。人狼46。まあ占いに2回出ちゃったからね、しょうがない。4番のプレイヤーは発言してください。マジか、新しいですね、占い2回やべえなそれ。まあね、セオリー気にしないっていうやり方あるんですよね。僕も実際ねセオリー別に気にしないんだけど、ね、セオリー通り行った方がね人命取りやすいですよ、なんか叩かれたって言ったからどんなお部屋来たのかなって思う。で、6番さん女の子だもんね。そう、そこはね、ほら可愛い女の子のキャラあるでしょ、まあ、あれだったらね問い目占いたくなるんですよ。俺も色見たいんでね、どこの色とは言わないんだ。わかるよね、みんな。わかんない、あれわかんない、まあ、今日3番釣りたいかな。3番の相方がそうなんですよね。まあ6もあるんだけど、まあ1、2どちらか。でも2番さん白っぽいね、
まあ、とりあえず今日は3釣りお願いします。5番のプレイヤーは、まあ、ちょっとメタになりますけど、3番さん前の村で叩かれたんすよって。前の村僕とも一緒だったっすよね。で村人なのに占い師やって村人の人に迷惑かけてその部屋解散になったじゃないですか。叩かれたのはあなたの話ですよね。うん、それをなんか自分被害者ですみたいな言ってますけど、僕ちょっと一緒にゲームしてそれちょっと不快だわ。それないわ。僕同じだったじゃないですか。で、まあ真面目な話しますね。6番さんがさっきね、人狼初めてですって言って、1番さんかな、そこをつつかれてたと思うんですけど、これ分かりやすく多分6番さんがちょっとこう、言葉ミスしてそこでヘイト集めていって、3番さんのこう、村目上げていくっていう、ちょっと分かりやすいパターンもあるのかなと思ってます。ってなったらもう3番さん、6番さんなのかなっていうふうには思いますけどね。今日、まあ3番さんか4番さんどっちか人狼つっていかないと終わっちゃうので3番には入れたいとは思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。4番さん5番さんの話も了解です。で、まあ、さっきの初めてというのは、まあ、人狼殺自体の方が初めてで、他の、アプリで人狼はやったことあるんですけれども、一応その話で、まあ、発言ミスといった形になります。で、まあ3番さん目線、4番と6番でもね、3番またね村人でね、まあ、私は今日は3番釣りたいです。で、スラったんだよな。4番さんが真の占い師で私はいいかなと思ってます。お願いします。また村人でスラったんじゃないの。1番のプレイヤーは発言してください。でもそしたら占い師いなくない。3番さん2回占うということって思いましたね。じゃ意味わかんないです。4番な、占うって2回もできたっけって感じです。ネタの方かな。ネタだったらごめん。で、6番さん人狼殺初めてって言ってるけど、プレイヤー情報見たら1回やってんだよ。初心者詐欺。メタメタやなと思います。まあ初心、うん、1回だから初心者だと思うけど、初めてではないよね。まあ。特にないかな。で、まあ、誰かが、まあ、今日は3番釣りたいと思います。まあ、4番、5番さん白かな。4番さん新目で見てます。じゃない。2番のプレイヤーは発言してください。いや、今の発言で3、1ラインやったら怖いな。もう1番さん村目に見えて、4、5ラインはないから、ってなると3、6ラインしか見えへんのよね。うん、消去法でこれ間違ってたら申し訳ないな。まあね、6、4もワンチャンあるよね。発言もね、うん、どうかなって思うんで、どうかなっていうのは3のリア強がいるおかげで、なんで3番さん俺に白出ししやすいしな。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。ここでゲーム終わればいいけどね。3番のプレイヤーが選ばれました。4行かずに6行ったのか。3番のプレイヤーは発言してください。やっちゃったね。もう村人がやる気あんの。勝てないぞこの試合。占い師だってマジで。何やってんの。いやいや。狼2匹残ってっから。ちょっとこれ完璧にも考察して。ねえ。俺占い師だよ。占い師なりに発揮したんだけどね、しっかりと。いやもう、これじゃ、どうなの。もう全員怪しいよね、こうなってくると。俺から見たら。ああ。トイレ行ってくる。全員真っ黒。だって村人として勝つ気ないもん。俺を落としたってことは。かなり黒いな。ガチ黒だよ。ああ、俺のチンコそんな使い込んでねえから黒くねえよ。ちっちゃいんだよ、こっちは。悪いか。単勝だよ、バン。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。マジかよ。4番のプレイヤーは発言してください。はい、ジョブありがとうございます。で、僕やっぱり6番さんのすごく色が気になったんで、ちょっと見えないかなと思って斜めから見たんですけど、見えました。黒でした。真っ黒でした。右の乳首ね。5番のプレイヤーは6夜にスキップしました。喋らせろ。ゲーム終了。村人の勝ちです。あれ終われないんだけど、終われないんだけど、これ終了ボタンが押せない。これなんで